漏れたところ細谷が行きます。残しました。島村が行く、東出してシュート。 J1 初出場の島村からゴールが生まれました。アンダーラップマテウス・サビオ、ポケットを取って折り返す、ヘッド山本、こぼれたところ、シュートだ。最後島村の左足でしたがシュートブロック。島村、山本、島村前を向く、いい島村、木下、島村、島村、マテウス・サビオ。やっぱりバランスが崩れた時とか、まあ、そういうところで仕留めるってことですね。島村右足、逃げずに関根のパス、島村です、止めました、運んだ、狭くても運ぶ、中に残します、奥の、もう一回奥に入れ替わった、島村が来た、島村が来た、島村が流してマテウス・サビオ、先発起用に応えました。島村華麗なそして鋭い突破、そしてマテウス・サビオが前に持ち出す、マテウス・サビオ中3枚黄色いシャツマイナスのボール、押し込んだ、島村押し込みました。見事なフィニッシュワークです。はい、島村は J1 初ゴール、まあ、小山氏とサビオの2人の関係で一気に持ってきましたし、土屋はまだ若いですが昨シーズンは主にディフェンスラインでプレーをしました。ただ元々の本職のボランチに今シーズンは戻ってきています。島村です。グランダー攻めて手にしたいところですが、ここは島村キープ、ダブルタッチで剥がしに行きます。いいディフェンス奪い返す島村、島村打った。このプレーもう一回言っていいですか、はい、柏のベルナートシューバーです今この、ね、ボールの今の残しました。島村ダブルタッチ、ファールを誘いました。島村です、いった、島村が、うん、足元を使って後ろを使ってきた、島村らしさが出ました。右サイドこのタッチも細かいですよね島村、はい、この辺の抜き方がもう本当にまさにベルナジュシバシ、はい、豊島来る、前が来る、豊島スルーパス、島村、島村追いついたね、それ島村拓也、真ん中割っていきました。いやコントロールからシュート見事でしたね、ゴールキーパーの脇の下だと思いますけど、勝田からサイドチェンジ、川口落としてくるフィーです、足元に刺してくる、取り切れずボールは正面からミドルシュートだー。島村背後へ武藤のヘディング、島村が生きるシーンもなかなか出てこないですね。出てないですね、まあ、多分相当ケアはされてると思いますけど、はい、島村横パス、豊島、サビオ抜けてきた、細谷落ち込んだ、ダプレイヤーですがセンターバックがなるポジションです。島村クロス、細谷だ、ついに覚醒、柏のエースが取りました。西尾の対角線パス、島村トラップで前、細谷に当てた、すんなり反転、クルークスの強いプレス、左利き、島村スルーパス、活動量豊富に攻守に貢献のマテウス・サビオ、島村アウトにかけてくさび打ったが、島村ここから左ジェイゴを使う、ジェイゴ前に持ち出す、ここからグラウンダーのボール、ファーサイド仕込めない、ちょっと丸橋と川口当たってましたけど、そのプレーオン、島村持っていきながらマテウス・サビオが抜ける、浮かしましたけれども惜しくも枠の左でした。前を向きます、島村足元で受けて、犬飼のところに長倉が行って、ここに小見が行きます。珍しいんじゃないですか、なかなかいないですね。さあドリブラーの島村、そして4人の選手が関わります。中につけた細谷、落とした、マテウス・サビオをえぐる、これを拾った島村、落とした、マイナス、グッとまたもう一つね、左足縦に持っていかれるとね、やっぱりサビオショート、島村えぐってのクロスボール、
白井英治のミドルシュート、こぼれている、詰める、島村ないか、3対3同点、柏追いつきました。58分、3対3試合は打ち合いです。まあ、数的優位の中で持つことが目的にならずに、やはりゴールを目指したというところが非常に大きかったと思いますね、うん、まあ、あとはこの判定が